おはようございます。こんな早い時間に何っていう人もいると思うんですけども、各 SNS の方で Twitter と Instagram の方ではね、告知させていただいたんですけども、今日今からですね、トラビスコットシリーズカクタスコープ、ついにね延期に延期重なってたんですけれども、発売されるということで9時から、販売ページを今待機してる人も多いんじゃないかなと思うんですが、あ、早速皆さんコメントいただいてますね。ありがとうございます。おはようございます。こっちに一眼あるんですけども、一眼の方にもおはようございます。CRD です。ちょっとね今日は、いつもと違う感じなんですけども、祭りやと思って僕はいるんで、この時間をね生配信で共有しようと思ってやってます。今日はもうこれゴッテム T シャツ着てます。抽選の時これ着ようかなと思って。今日狙う3つに関しては、これですね、ブルー以外のやつですね、エアマックス1のブラウンとゴールド、それと、こっちのね、エアトレーナーの方のブラウン、この3つをね狙おうと思います。この青のやつはあんまり多分履かへんやろなと思うんで、パスしました。ということで、あとの3つを狙っていきます。今日は今回のはね全部狙っても多分当たらへんと思いますよ。だってエアトレーナー1に100万人応募あったわけですよ、あのトラビスコットのサイトでね、去年のエアマックスデイのチラッと映されて出ますよっていう風になってから、トラビスのエアマックス1出んねやみたいな話になって、すごいもう注目度高かったでしょう。だけどどんどん延期延期になって、いつ出んねんって言われてたやつがやっと出るわけやから、やっぱ一番注目度高いのはエアマックス1やと思いますよ、もう間違いなく。私は CRD さんが狙わない水色が一番欲しいです。あ、逆にねでも一番多分狙われへんと思います。プレネの付き方とか見ても一番落ち着いてるのがあの水色なんで、逆にそれはラッキーですよ。一番欲しいものがね、狙われてないっていうのは。足数少なそう。そうですね、足数少なそうですね。確かにね、何万足と出るみたいですよね。エアトレーナー1のサイズ感ってエアフォース1と比べてどうですか。あ、そっか、それちょっと言わなあかんな。そうやそうや、確かに今日エアトレーナー1出るでしょ。エアトレーナー1の、あのサイズ感なんですけども、エアフォース1と正直変わんないです。あんまり不安やったら大きめ買ってもいいと思います。あのナイキ買うの初めてとかの人とかはハーフサイズアップとかして買った方がいい。なんでかっていうと、これベルクロついてるんですよ、ここにね。これねベルクロついてるから、エアトレーナー1は先っぽのねここ締めれるんで、だから全然普通にサイズ調整がつま先の方も効きます。だから大きめ買っても多分履けると思いますよ。しんどくないと思います。こんな感じで、あのミッドなんですよね。ミッドカットって結構足首支えてくれるんで、歩き心地は多分しんどくないと思います。サイズ感的にはいつもの、スニーカー、ナイキのスニーカーいつものと同じ、アディダスとかで言うと28の人は、28.5 買ったらいいかなっていう感じですね。僕は 28.5 なんでそれを狙います。言うてる間にもうあと7分か。今回店舗販売ないですね。ないんですよ。まあでもこれ偉いなと思います。前も僕トラビスの話 YouTube のね僕の動画でお話しましたけど、今回その店頭販売したらトラビスのねこのスニーカーが延期になった理由っていうのが、お客さんが殺到したことによってもみくちゃになって事故になったわけじゃないですか。つながったわけじゃないですか。まあもちろんその原因はいろいろあります。お客さんが原因っていうね、それだけじゃもちろんない、あのいろんな原因があるんですけれども、事故につながったっていうことなんですよ。詳しくはまたね、僕の動画見ていただければと思うんですけども、でそういう事故があったからっていうので、店頭販売はマジで僕はなくてよかったと思います。だこれをもし例えば定価で買いますイベントとかってもしどっかの会社がやったとして殺到したりとかしたら、ちょっと本末転倒やなと思いますけどね。ウェブでいいと思いますよ。今回のは全然英断やと思います。まあ、ていうかその販売方法じゃないと絶対クレーム来ると思いますね、あの世界中から。日本は多分あんまりあのトラビスのこの事故に関してなんかあんまり関心ないからクレームつかんかもしれんけど、海外とかだったらすごい問題になってるんで、10人ですからね犠牲になってるのが。だからこれは店舗販売ないのは僕は良かったと思います。 YouTube で言っちゃいけないワードってあるじゃないですか。ああいうワードとかっていうのはあの気をつけて選んでますけど、言葉は。だけどやっぱり伝えるべきところは伝えるべきでしょ。その話を知る機会があるのとないのとではだいぶ違いますからね。知る機会がないから知らないって人が多いと思うんですよ。その勉強不足とかディグリ不足じゃなくって、その発信してる人が発信しなかったらやっぱり知る機会がないことじゃないですか。でもめっちゃ大事なことやから絶対知ってた方がいいですもんね、そんなのは。だから今日買ったスニーカーもその、事故のですね弁済に当たる可能性もあるからね。それ絶対売り切れる商品ですけども、その、トラビスの
プロップスの後押しになるかなと思うんで、今回の事故に関してもやっぱり丸く収まってほしいなというのがあるんで、支援のつもりでやってるっていう風な感じですね。僕は僕も話がもう熱中してしまったんで時間見てなかったんですけど、そろそろ、8時57分あと2分3分といったところです。そろそろスニーカーズ開きましょうか。僕もちょっと画面収録しますわ。後でね、この YouTube ライブの生配信の様子も、編集して動画として今日夜上げますんで、生配信参加できなかった方も一応見れるようにはします。今回購入できた際売るスニーカーは決まってますか？いや多分全部履くっすよほんまに、うん、全部履きます、うん、でも当たらんよ多分、うん、でも当たったら絶対履く全部、うん、売りません。あの1年後ぐらいに中古になったボロボロです売るかもしれんけど、うん、僕は白木でしか買わないんでこんな言い方でんかわからない、白木でしか僕は買いませんからスニーカーは、うん、そろそろですね、あと2分ですね。僕は今近日発売の、画面開いてます。今回あれなんですね、子供用のやつも出ますね。ご家族狙う方もいると思いますけど、あと1分ですよ皆さん、スニーカーズ開いてますか？みんなちょっとこれ今日当てましょうね。うん、抽選やからそんな焦らんでもいいと思うんですけど、滑り込みでね行ける人もいるんで、もう59分です。ちょっと黙りますね。みんな今の間に、スニーカーズ行ってきてください。また後ほど僕は今ずっとここで生配信してますんで、もしオフライン再生できない方はこのままスニーカーズ行って戻ってきてください。あと1分、検討に乗ります。皆さん後ほど頑張ってね、遅れないようにね、カード情報とか、はい、グッドラック。おっしゃ、来た来たぞ、来ましたね。激重ちゃうかなと思ってるんですけど、どうですかね。いや重いな、もうすでにぐるぐるしてます。よし、行った、行けた行けた。はい、セキュリティコード入れた。一番欲しいのはライトチョコレートです。ライトチョコレート、エアトレーナー1の茶色が一番欲しいです、うん、でその次にエアマックス、ブラウンとゴールド両方とも好きなんで両方とも欲しいですね、できたら、うん。まあこの本命のエアトレーナー今 OK、 エントリーしました。ここは見してもいいやつ、はい、エントリーしました。はい、エントリーできたので、次いきます。僕結構ゆっくりいきますね。別にこれ抽選なんでそんなに焦らんでもいいかなと思うんで、次は、エアマックス1のゴールドから、いきます。重いね、確かにめっちゃ重い、うーん、重めですわ、うん、重いね、みんな言ってるね、うーん、ほんとめっちゃ重いです今日、いつもと違う。トレーナー1は結構普通に今行けましたけど、エアマックス1、今ゴールド挑戦中ですけど、ゴールドも重いですね。はい。で、次が、これはあれか。バロックブラウンね。うん、ブラウンの方。いきます。はい、ブラウンも挑戦できました。エントリーできました。はい。ってことで、僕の、狙ってる3足行けました。あと一足ね、水色の方のエアトレーナー1はあるんですけども、僕はこれエントリーしませんので、ちょっとね、何でも買ってちゃいけないですからね。はい、あ。売るわけやないんやから、僕は転売やったら全部買ってますけどね。でも、ほんまに全部当たったらめっちゃおもろいね。うん、こんな T シャツ着てるぐらいから。当たってほしいんですけどね。サクッとエントリーできました。皆さんも当たりますように。はい、ほんとね。ちょっと今、エントリーできた人は戻ってきていただいてると思うんですけど、さっき、ピークで290人かな、いてた視聴者の方がちょっと減ってますね。今30人ぐらい減ってます。多分抽選しに行ってるんでしょう今。でも割とその重いって言ってもステューシーのねホームページほど重くないですね。生配信でこのスニーカーズ購入チャレンジやるとみんな購入するから、この YouTube 見てる場合じゃないですよね正直ね。だから2つデバイスがある人は片っぽでエントリーして片っぽで僕のこの YouTube 見るっていう感じのことができるんですけど、1個しかない方、外出中とかでもう1個しかデバイスない方っていうのはもうどっちかに専念するしかないですもんね。難しいと思います。で本当にいきなり戻ってきたな、みんな323名か今来てますね。いやー、どうでした、どうでしたってまだ結果は出てないんですけど、
当たる、みんなね、今日これ見てる人はね、当たったら報告してほしいですね。この抽選エントリー10分ぐらいでしょ、10分ぐらいで多分抽選終わりますよね、エントリー。みんなでハラハラ回ってるこの感じ楽しいですね。多分これがね抽選なんですよ、おそらく。抽選待ってる時のなんか前後の人と話す感覚に似てるんかなと思うんですよ。でも僕は抽選ね、もう本当に店頭抽選並びに行くのはマジ苦手なんで行かないんですけど、うん。でもこのオンライン抽選やったらそれがバーチャルですけどできますんでね、うん。しかも全国どこにいてても、オンライン抽選は、全員で共有できると。これ面白いですね。これ今後僕仕事休みの日とかで、うん、行ける時間あったらね、やりましょうか、またこれもオンライン、全員でオンライン抽選、スニーカーズチャレンジの、生配信、これをやりましょう、みんなで。みんなでっていうか俺がやるので、みんな集まってきてくれたらもう輪ができますからね。ここで面白いですよね、やりましょう。今回はね、争奪戦になる理由っていうのはいっぱいありますけども、給料日後お金みんなたんまり持ってるし、4足全部いっといて、ほんで売っちゃおうと、自分の履くやつ以外は売ってしまってお金にしようっていう風な方が多いんじゃないかなと思います。だから争奪戦はえぐい。僕は久しぶりに今日3足、この3足狙いにしてます、欲張って、うん。で、買えたら売らずに全部履きます。何足も当たったら全部履きます絶対皆さんの前で履いてみせますんでね、はい。あれ当たった人いる？すげえ、買えましたエアトレーナーゴッテム来ました。マジで？すげえ、もう来たんや。おめでとうございますおお、買えました、エアマックスブラウン。あ、最高じゃないですか、今日の一番人気のやつ。おめでとうございます、当たったね、すげえ。当たった人いる？ T シャツ買えました。あ、 T シャツもおめでとうございます。やばー、めっちゃ喋ってた俺全然喋ってて気づかんかったけど、すげー、当たった人いる？すげー、おめでとうございます。みんなからも来てますよ、ゴッテム通知、おめでとうございます。皆さん当たってる人早いのかな。あ、確かに早いっすね、めっちゃ早くないですか。だってまだ5分経ってないですよ。やば、この生配信のご利益ですか。自分でご利益っていう人いないですけどね、やったとしたら僕も当たってほしいんですけどはい、すげえなー、当選すげえ、うん、当たってる人いるね。エアマックス、エアマックス、マックスワンのゴールドゴッテムしました。あ、ゴールドいった、すげえ、やば、落選来始めてる。まだ来てないですね、僕の方は。ゴールド当たりました、おー、すげえ、当たってる、みんな。エアマックスワンブラウンゴッテム来た、おー、マジですげえ、めっちゃ当たってんな、みんな。エアトレーナーブラウン変えた、うわーすげえ。トドラー落選、あ、トドラーっていうのがすごく切ないですね、子供さんのためのやつですよね。エアマックスブラウン変えました、うわすげえ1分たたずに来ました、マジでそんな早かった、やば。続々と落選してます、あー悲しいね。ゴールドエアマックス人生初ゴッテムです、おめでとう。え、マックスワンゴールドとロンティ行きました。あ、ロンティかっこよかったね、確かにね。うん、デザイン良かったね。わー、結果来ました。結果見ます？全部落選でした。3つとも落選。3つとも落選でした。こうなると思ってんな。まあでも、僕が落選した分誰かに当たってますからね。僕が弾かれたおかげで変えてる可能性ありますかね、皆さんね。はい。何としてでも恩打って勝ちつけたら思てるわけですけど、4足申し込んで2足当選し、マジでやば、すごいな、2足当選はやばいね。エアトレーナー当たりました、おめでとうございます。エアトレ来た、おめでとう。みんなすげえな、本当に。続々当選者報告続いて、ニコニコやばいですね、本当に。みんな、シアリさん当たってほしかった、あ、本当に僕も当たりたかったですね、せっかくなんでね。まあでもなんかこのなんか興奮というか共有できてよかったですよ、皆さんとね。まあまあでもね、人気のスニーカーですから、自分が買えなかった分誰か買えてると思ってね、ちょっとなんかええことした気分で言いましょう。少しでもプラスに気持ち持っていきましょう。ブラウンはね、プレデターしてでも欲しいな、いつかね、うん、今は別にそんななんか、うん、うん。まあでもこれもし3足買えてたとしたら、全部3足買おうと思ってたわけじゃないですか。僕は3足買えたら全部履こうと思ってるわけじゃないですか。だから6万円ぐらいまでやったらプレネで買ってええんかなと思いますねなんかこれがね、破滅的な発想なんですよ。僕が前ニート東京で話したリボのね、うん、支払いがえぐかったっていう話ありましたよね。あれですよね、正直ね、うん、破産するからあんまり
ダメよっていう話ですよね。そんな買い方したスパチャいただいてます。ありがとうございます。残念賞ありがとうございます。スパチャいただきましたほんま残念賞ですけども、いやー言うてスパチャいただきましたありがとうございます。残念賞ってくれるのがありがたいですね本当に。定価じゃ乗ってんプレネじゃ手が出せない、あーあれねインラインね落選、全部ダメでした。当たった方おめでとうね、本当におめでとうございます。当たった方買えましたというゴッテム報告、なんか興奮しますねこっちもね、なんか嬉しいですね。エアトレーダー1の水色っぽいのだけ当選しました。あ、水色っぽいやつね、僕が唯一買わなかったやつ、それ多分僕が買わなかったから当選したいと思います。ゴールド当選した。あーやっぱみんなすごいね、当選してるね。まだちょっとあれリセール見てないんですけど、リセールどうでしょうね、ちょっと見てみましょうか。リセールどんなもんか一回ちょっとリセールの、状況見てみますわ。スニダンで見てみます。スニダンのやつでスニダン重い、あ全然進まへんわ、重すぎ、全然進まへん。スニダン落ちてるな、落ちてますね、うん、スニダン多分落ちてます。バッドゲートウェイって出てる、完全落ちてます。2段 SNS2 足当選、あー小売りでも2足当選、それは熱いな。8万足とかの噂もありましたね。そうなんですよ、結構数は多いんですよ今回。絶対秘宝 Y 安定の落選、うん、安の定落選になってるよ忘れて書いたやな。スパチャいただいております、ありがとうございます。残念でしたね、でも参加できて楽しかったです。あ、よかったです、嬉しいです。負けてもスパチャくれるというこの優しさありがとうございます。本当にスニダンもうつながる、あ、つながったな。あでも結構高いな、ブラウンの方はやっぱ高いですね。だいぶ高い、サイズにもよるんでね、25以下のサイズとかってすごい極端に安くなるから、そういうのでしょうね多分。はい、ということで、今日はね、ゴッテム T シャツ着てるんですけれども、買えませんでしたということで皆さんここまでお付き合いいただきありがとうございました。皆さんも今日はね、休日で休み取って、いただいてる方もいると思うんで、ゆっくりまた過ごしていただけたらと思います。次回もねこのライブコップも次回やりたいなと思ってますんで、ちょっといつになるか分かんないですけども、やるときは絶対告知しますんでね、YouTube のチャンネル登録と、あと、Twitter、 あと Instagram やってますんで、こちらの方もねぜひ見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。フォローしておいてくださいということで、シアルでした。ありがとうございました皆さん、さよなら。つま先は曲げずに座る新しいスタイル、足元に踏み出した慣れた道、赤だニューワン。